マハティール・ビン・モハマドは、マレーシアの政治家、医師、同国首相、暫定首相などを歴任した。1925年7月10日、英領マラヤ時代のマレー半島北部クダ州の州とアロースターに9人兄弟の末っ子のマレー人として生まれた。父は、インドのケララ州から移住してきたイスラム教徒の家系の出身でアロースターにできた。 最初の英語学校の校長だった。当時のクダ州はイギリス支配下であった。ただし、植民地ではなく、スルタンにある程度の権限が残されている保護領であり、マハティールによれば、住民はおおむねイギリス統治下の生活に満足していたとされる。1941年12月に日本軍により行われたマレー中流のイギリス軍に対する攻撃が起こったときは、 高校生であった。日本軍はイギリス軍を短期間で一掃し、以後、マッハティールは日本軍統治下のマレー半島で過ごす。日本の降伏の後、マッハティールは当初、マレー半島がイギリス領に戻ることを望んでいたが、イギリスはクダ州を戦前までの保護領ではなく、スルタンの権限を完全撤廃し、政治活動の禁止も含む完全な植民地化を進めるとの案を突きつけた。 このイギリスの案は後に撤回され、現地人の政治活動も認められるが、このイギリスの態度は、マッハティールがイギリスの植民地からの独立運動及び政治活動に進むきっかけとなった。1946年統一マレー、国民組織発足に関与、独立運動及び政治活動を開始。1953年、シンガポールのエドワード七世一家大学を卒業し、 医師の資格を取得。1957年、アロースターの総合病院を辞職した後に、同地でマレー人発の医院を開業し、貧困層への診療に取り組む。医師業と並行して、んぬの政治活動に従事した。1963年マレーシア成立。翌1964年4月25日に実施された総選挙において、クダー州から選出され、 会員国会議員となった。1965年には統一マレー国民組織の最高評議会の委員に選出されている。詳細は5月13日事件を参照1969年総選挙において全マレーシアイスラーム等のユースフラワーと争い議席を失った。この時の総選挙におけるマハティールは過人層からウルトラという批判を浴びていた。また、 トゥンク・アブドゥル・ラーマン首相に対しては、マレー人の生活向上のために、積極的ではないという批判を展開していた。佳境系とマレー系との対立が激化し、マレーシア史上最悪の民族衝突事件である5月13日事件が発生すると、マハティールはラーマン批判のキャンペーンを展開した。6月17日は4枚の指針をラーマンに送り、 1969年総選挙の敗北と5月13日事件の責任を取るために退陣を迫った。この指針が新聞に公開されたことにより、アブドゥルラザク副首相は、のの最高評議会を召集し、マッハティールは、のから除名された。除名後、マハティールは、マレージレンマを1970年に着し、マレージンが、カジンに対して、 経済的に劣っている理由とこの状況を克服するための方法を論じた。マレージレンマは、マレーシア国内では発禁処分となったが、シンガポールでは読むことが可能であったことから、多くのマレーシア人が読んだとされる。1972年、アブドゥルラザクと和解の復帰を果たす。1973年、マレーシア食品工業公社会長に就任すると、同時に、 上院議員に任命された。1974年には、1974年総選挙に立候補するために上院議員を辞職、その際の総選挙で、田州から立候補し、当選、下院議員復帰を果たした。9月5日の組閣人事で、新内閣の教育省に任命された。マハティールの教育省就任は、の内の序列順位で、首相権外相のラザク、 フセインオン副首相兼増殖権校者調整省に、次、ぐ、ナンバー3になったことを示唆した。1976年1月、ラザクが病気療養先のロンドンで休止すると、副首相であるフセインオンが第三代首相に就任し、マハティールは副首相に就任した。副首相時代のマハティールは、パストンノの対立の収集に対処することとなる。 クランタン州において発生したナシル・クランタン州首相がアスリー・イスラーム党党首トロフティ州連絡委員長がクランタン州首相であった時代にシンガポール籍の企業を含む内外の企業に貸与していた土地を回収したことにより両者の対立が激化した。最終的には非常事態を宣言し同州の連邦政府直轄化を行うことで事態の収拾に当たった。 1978年6月に実施された総選挙において、のとアライアンス関係を組む国民戦線は勝利し、7月27日に発表された祖格人事で、マハティールは副首相権通産省に就任した。この頃、ラザク以来のブミプトラ政策がマレーシアに浸透する中で、ダーワと呼ばれるイスラーム復興運動が没効した。その代表格が、 マレーシアイスラーム青年運動やダールル・アルカムである。1980年末、フセインオン首相の健康問題が持ち上がると、政権交代が問題となった。1981年5月15日、フセインオンが健康問題を理由に辞職を発表すると、6月に開催されたの全国大会で、マハティールが無投票電路の総裁に選出された。7月16日、 第四大首相に就任した。以降、2003年まで首相を任じた。7月19日には、組閣人事を発表した。自らは、国防省を兼任するとともに、5月13日事件以前からの、名優であるムサヒタムを副首相兼内省に任命したため、ニエム内閣と呼ばれた。ルックイースト政策、編集詳細は、ルックイースト政策を参照マハティールは、 就任第一世で迅速、清潔、効率的な行政を掲げ、経済面では、ブミプトラ政策の推進に邁進することとなった。それが、1981年12月15日に、表明された、ルックイースト政策の発言である。マハティール・ビン・モハマド1983年4月に、実施された、総選挙に先駆け、アビムの指導者であるアンワル・イブラヒムノンの参加が、 決定した。のは、マレーシアにおけるイスラーム復興運動で大きな影響力を持つアンワルを党内に引き込むことで最終的にはアビムの弱体化に成功した。選挙後、発足した第二次マハティール政権は1983年には政治介入を行い、加えて免ソ特権を持つするタンたちとの対立の過程で憲法改正を推進し、 ツルタンの発言力を削ぐことに成功した。一方で、ブミプトラ銀行の子会社である、ブミプトラマレーシアファイナンスの不良再建問題を収集するにあたり、マレー人経営層の腐敗と25億倫理の公的、資金注入を余儀なくされ、マハティールの権威が損なわれかねない情勢に陥った。翌1984年、 マハティールは、第四次マレーシア計画の中間報告を行い、政策と目標を明らかにしていく中で、の内部では、マハティールの政治手法に対しての不満、独断選考という批判が持ち上がった。7月14日には内閣を改造し、の長老僧の引退を迫った。さらに、1986年になると、名優であるムサヒタムとの対立が、顕在化しだした時期でもあった。 ムサヒタムは副首相を辞職し、ガファール・ババが国家農村開発省と副首相を兼任する体制へと変わった。1986年7月に実施された総選挙において国民戦線は憲法改正問題、BMF のスキャンダルのの内部対立、これに加えて1984年以降のマレーシア経済は 不況の真っただ中であり、マハティール政権にとって不利な情勢であったが、8月には、第三次、マハティール政権が発足する。マハティールは内務省を兼任する。アンワルが教育省に就任し、実質的にも、マハティールの後継者としての地盤を固めていったと、目されていった。1987年、マハティールとムサヒタムの対立が明確となった。 4月2日のムサヒタムのマハティール批判に対して、4月10日、マハティールはムサヒタムへの批判を展開し、そのまま4月22日のんの役員選挙に突入した。の役員選挙において、マハティール総裁がファール・ババ副総裁が、僅差ながら、勝利を収めた。この対立は、翌年のムサヒタム、ラザレー・ハムザといったハンマハティール派の46年生浸透決闘に、繋がった。 1989年、心臓バイパス手術を受けた後、4月には公務に復帰。5月半ばからは、アメリカ合衆国、イギリスを訪問するなど、精力的な活動を続けた。1990年10月の総選挙で勝利を収めたマハティールは、引き続き政権を担当することとなり、第4次、マハティール政権が発足した。和和さん2020構想。 編集1991年2月28日、新経済計画が終了するのに伴い、マレーシアを2020年までに、先進国の仲間入りを達成させる野心的な長期、開発構想プロジェクト、ワワサン2020が策定され、マレーシアの経済発展の新しい指針となった。9つの戦略的課題を提示することで、30年間での、 マレーシアの国内総生産を8倍に伸ばすことを目標に据え内閣改造の目玉としてアンワルを教育省から増床に配置転換することでそのプロジェクトの実務を担当させた長期政権になったマハティール政権内部では世代交代の声が高まったのもこの時期である1993年のの役員選挙において アンワルが、の副総裁に選出される公算が大きくなるに、従い、ガファール・ババ副総裁は、10月末には、内閣のポストすべてを実施した。翌月、マハティール総裁やアンワル副総裁が無投票で、決定したことで、世代交代の機運が明確となった。1994年には、再度の憲法改正が実施され、マレーシア憲法66条において、 立法過程での最高原種の最下権限が強化され、40条第1栄光新設に伴う最高原種が助言に基づく行動をとると定められたことにより首相府の強化が実施された。アジア通貨危機編集詳細はアジア通貨危機を参照1997年7月タイバーツの通貨危機を皮切りにアジア通貨危機が発生した。 マレーシアの国内総生産は通貨危機発生前は 1US ドルイコール2.5リンギットであったものが98年2月には4.2リンギットまで暴落した。韓国、インドネシア、タイが国際通貨基金に対して財政支援を求め財政赤字を縮小するための緊縮財政と通貨安定のための高金利政策を採用する中でマレーシアの政策は 独特なものであった。1US ドルイコール3.8リンギットに固定することで通貨の安定を図る一方、財政支出の拡大、金利の引き下げの断行を行うことで、景気刺激策に打って出た。同時に、資本の海外流出を防ぐために、非居住者のリンギット取引を中央銀行の許可制へ移行。また、1998年9月から1年間は、非居住者が、 マレーシア株式及びリンギット建資産の売却で得た外貨の持ち出しの禁止を行った。アジア通貨危機は、タイをはじめとする各国の経常赤字と国内不動産のバブル化とそれに見合わない形で、現地通貨が割高に放置されていたこと、対外債務と外貨準備行の不均衡が原因であるが、マハティールはアジア通貨危機の原因をジョージ・ソロスをはじめとする。 欧米諸国の陶器筋による実情を伴わない陶器的取引が原因であると論陣を張った。1997年11月29日付のエコノミストにおいてマハティールの主張は批判の対象とされたが、1998年マレーシア経済がマイナス成長から脱すると韓国、インドネシア、タイがいずれも経済的に不要するきっかけをつかみ損ねていただけに、 マハティールの政策運営に対して評価の声が上がった。政治的混乱、編集一方、この時期の内部において権力闘争が本格化する。マハティールの後継者と目されていた財務省アンワルを1998年9月に解任した。アンワルはマハティールの強権発動に対してマハティール批判を展開した。ペナン、マラッカ、クアラルンプールと マレーシア各地で開催された集会で動員された人数は、マハティール政権を動揺させるに十分であった。9月21日、治安維持法違反でアンワルは逮捕され、政治闘争には終止符が打たれたが、アンワル支持派は、アンワルの妻ワンアジサを党首に立て、国民正義党の決闘に動いた。1999年に実施された総選挙、アンワルが、 治安維持法違反。後に、同性愛疑惑で逮捕され、政治の表舞台から去る中で、アンワルに代わる後継者として浮上したのが、1996年に46年精神党から、んのに復党したアブドラ・バダウィであった。2002年3月に、貿易通貨として金カディナールを使用することを提唱。その後、マレーシア経済が回復基調となると、 再び政治的に安定を迎え、2003年10月31日、22年間、勤めた首相の地位から退いた。同年、再度シラジュ受ン国王から、最高位勲章、SMN 勲章及び、文の称号を可視された。これに先立って1997年には、キングファイサル国際省イスラーム法師部門を受賞している。2004年には中人民共和国の聖大学より、 名誉博士号が授与され、2008年には立命館大学より第36号名誉博士号が授与される。2016年2月、の折リ党。2016年8月、マレーシア統一、プリブミ党を新党として結成する。2016年12月、PPBM は人民正義党、民主行動党、国民信任党の3党が結成している。 野党連合のパカタン・ハラパンと選挙協力の覚書を交わす。2017年7月、野党連合のパカタン・ハラパンの議長になる。2017年12月、第14回総選挙への出馬を表明し、2018年1月にはパカタン・ハラパンがマハティールを首相候補として、次の総選挙に臨むことを決めた。 マハティール・ビン・モハマド2018年5月9日に2018年、マレーシア会議員選挙が投開票され、野党連合が過半数を獲得し、マハティールが勝利宣言。建国以来初の政権交代となった。自身もクダ州から立候補し、当選、会員議員復帰を果たした。同月10日、国王ムハンマド5世から新政権の首相に任命され、 15年ぶりに政府主犯の地位に返り咲いた。年齢90代の人物が選挙で勝利し、国家指導者に就任した例は、世界でもほとんどないという。2020年2月に連立与党内は、マハティール族党を求める勢力とアン・ワルエの、早期前城を求める勢力の対立が激化し、混乱の責任を取る形で2月24日、国王アブドゥラに辞表を提出した。 ハンアンワル派のムヒディン・ヤシンが首相に就任する3月1日まで暫定首相を務めた。その後も敗北を認めず5月開会予定の下院議会でムヒディンに不信任を突きつけることを目指したが3月11日に公表された地元市のインタビュー内で自身がもはや議会過半数の支持を得られないことを認めた。詳細はブミプトラ政策及び ワワサン2020を参照従来の農作物や、鉱産物の輸出、観光業に依存した体質から脱却し2020年に先進国入りするとの目標。ワワサン2020を掲げ、特に近年はアジアにおける IT 先進国となるべく様々な経済政策を推進した。代表的なものとして、首都クアラルンプール周辺地域に建設された最新の IT インフラが整備された総合開発地域、マルチメディアスーパーコリドーの建設が挙げられる。このマルチメディアスーパーコリドーには、中核となる、ハイテク工業団地、サイバージャヤと、首相官邸や、各省庁舎が立ち並ぶ、行政都市プトラジャヤ、クアラルンプールの新しい空の玄関となる、クアラルンプール国際空港、空港に隣接する、セパンサーキットなどが建設された。 また、国民社構想を提唱し、日本の三菱自動車の技術を導入した、国産車メーカー、プロトンの設立や、港湾の整備、空港や鉄道などの各種交通インフラの充実など、主にインフラ整備と重工業の充実を中心とした、経済政策を積極的に行い、一定の成果を上げた。マレーシアも交渉に参加している艦隊併洋。 戦略的経済連携協定については批判的であり、2013年8月26日 TPP に署名すれば外国の干渉なしでは国家としての決定ができなくなり、再び植民地化を招くようなものだとの考えを語っており、交渉を透明化して中国を協議に加えるべきとしている。2018年6月12日 TPP11 を含めて原則的に 自由貿易には賛成だと述べるとともに、貧しい国と止める国との自由貿易はどうあるべきか。正しい自由貿易とは何かと発言している。消費税は安定財源という面だけではなく名目 GDP の一部門である個人消費に確実に悪影響を及ぼす側面も有しているので、もし消費増税が不況を呼ぶならその増税は中期的には国益に反する。よって減税が 国家の税収増には効果的である。実際マレーシアで電気製品や時計などについて消費税を完全に廃止したところ、マレーシアで買い物目当てで外国人の入国が増え、マレーシア国内で消費増となり、企業収益の増加とそれによる法人税の税収増によってマレーシア政府の税収が増加した。また減税は、 企業活動の促進を女性四国をとませることに貢献した。一方増税は、それとは逆の方向に国家経済を持っていきかねないので、税率制定には慎重であるべきだとし、経済のあらゆる部門へどのような影響を与えるか考慮する必要があるとする。政府による投資は GDP の重要な要素であり、法満財政を問題視し、 東海岸鉄道計画のような巨額の債務をもたらすインフラストラクチャーの整備は、財政再建から中止させて、費用を削減させている。マハティールビン・モハマドリンゴク・シンガポールのリーク・アンユーと、共にアジア的価値観を衝動し、当時のアメリカの人権外交と衝突し、ノーと言える日本で有名な日本の石原慎太郎とは、ノーと言えるアジアを強調した。 反米的な言動やユダヤ人や外国人投資家に対する挑発的な発言は国際的にも波紋を呼んだが、これらの過激な言行は欧米諸国からの反感を買い、在職中を通じ、急宗四国のイギリス、アメリカやオーストラリアなどの白人国家との関係は良好ではなかった。対外的にも1990年に後の東アジア共同体構想につながる東。 アジア経済グループ構想や、その発展版の東アジア経済協議体構想を打ち上げるなど、積極的に行動している。東アジア経済協議体構想や、ルックイースト政策に見られるように、アジア諸国との連帯をその政策の中心に置いた。中国協議論を否定して、中国との関係を損なうとして、TPP に反対姿勢も、表明、南シナ海問題でも、 米軍の高校の自由作戦は中国を挑発していると批判し、アジアインフラ投資銀行に加盟しない日本に苦言を呈するなど親中派ともされた。首相退任後に中国国家主席の習近平と会見した際も中国の古い友人と歓迎されている。しかし、首相返り咲きを目指して総選挙に出馬した二千十八年からは、かつての性的であったアンワルとタッグを組み、 中国に過度に依存するナジブラザク政権を中国に親密になりすぎて中立性を失ったと批判し中国の他日本や韓国などとの東距離外交に復帰すべきだとの考えを表明している2018年の選挙勝利後の記者会見で中国の一帯一路は支持するもマレーシアには一部の中国との協定を再交渉する権利もあると述べており東海岸鉄道計画も 中国との再交渉で債務が持続可能な形に修正した。同年6月に発外遊で訪日した際は中国とは好き嫌いかを問わず友好関係を維持すると述べて東、アジアを重視するルックイースト政策も続けるとした。2019年4月には中国の北京で開催された第2回一帯一路国際協力サミットフォーラムに出席して あくまで一帯一路を支持する姿勢を演説で表明し、同年5月にはアメリカが同盟各国に排除を呼びかけている中国ファーウェイの製品はアメリカより先端的で可能な限り使うとして安全保障上の懸念を一周しており、同年12月には米中貿易戦争の責任があるアメリカは高い代償を支払うと述べた。マハティールは 英領マラヤに生まれており、日本軍のマレー半島侵攻が始まった時、高校生であった。少年マハティールは、イギリスの圧倒的な国力を知り、長年のイギリス支配により、白人は無敵との白人に対する劣等感があった。ため、日本は負けると思っていたが、その予想に反して、日本軍は、快進撃を続け、短期間で、マレー半島から、イギリス勢力を一掃した。 この時、マハティールは初めて白人が敗北することもあると学んだ。日本軍占領時代のマレー半島は、イギリス支配下の時よりも食糧事情が悪化しており、マハティールも学校を対抗するなどの不幸に見舞われており、日本の侵略は不幸なこととしている。しかし戦後、日本を訪問し、様々な企業を視察するうちに日本人の勤勉さに打たれ、 日本に学ぶべきとの思いを抱くようになった。息子や娘を日本の大学に留学させたり日本に関する著書を出したり、あるいは政治の舞台から離れていた時は日本人と共同でベーカリーを経営するなど熱烈な新日課である。太平洋戦争の評価についてももしも過去のことを問題にするなら、マレーシアはイギリスや オランダやポルトガルと話をすることができない。我々は彼らと戦争をしたことがあるからだ。もちろん、そういう出来事が過去にあったことを忘れたわけではないが、今は、現在に基づいて、関係を築いていくべきだ。マレーシアは、日本に謝罪を求めたりはしない。謝罪するよりも、もっと社会と市場を解放してもらいたいのだ。と発言している。太平洋戦争戦争の評価も、 参照1970年代初頭、国営の食品会社の社長の頃、そこで作るパイナップルの缶詰が美味しくないという悩みを聞きつけた三井物産が美味しい缶詰の作り方を研究し、技術提供した。後のルックイースト政策につながったと言われている。2018年秋の序勲では、東華大受賞を受賞した。日本の外交政策については批判的であり、 アメリカの衛生国だとみなされて影響力を弱めている。日本に学ぶことはまだあるとすれば、特に日本の失敗柄だと述べている。ありがとうございます。